これは母親が法廷で凶悪犯を射殺する現実の映像です。その日、彼女は合計8発の銃を凶悪犯に向けて発射しました。陪審員たちは信じられない表情で彼女を見つめました。彼女は自らこの男の悪事を終わらせ、娘のために復讐を果たしました。この出来事はドイツの一般市民の間で熱気を巻き起こしました。多くの人々が街頭に立ち、 この名前を持つ母親であるマリアンを無罪放免するよう要求しました。その理由は、彼女の行動が母親の尊厳を守り、自分が精神病だと主張する凶悪犯たちが妥当な制裁を受けることを可能にしたからです。マリアンの娘は、ずか7歳で亡くなりました。その日、アンナという名前の小さな女の子は、母親と口論したため、学校をサボってフラフラと歩き回っていました。ちょうどその時、 近所のクラウスという人物に出会い、アンナは彼についていきました。その結果、アンナは二度と戻ってこなかったのです。しかし、この事実に直面しても、クラウスは一切を否定しました。彼はこの小さな女の子がただの困るまであり、彼女が彼にお金を要求し、さもなければ自分の母親に彼が彼女をいじめたと告げると脅迫したと主張しました。クラウスは、あの時非常に怒りました。 もしアンナが本当にそんなことを言ったなら、誰もがこの7歳の少女を信じるだろうと彼は思ったのです。そして彼は、全てを失うことになるでしょう。2年間の婚約者である未婚妻を含めてです。そこで彼は一時的に怒りに駆られ、ストッキングでアンナを締め殺しました。そして事件の進展とともに、より多くの真実が明らかになりました。警察は、クラウスが過去にも6歳の少女を傷害した疑いで告発され、 未推察人材で執行猶予判決を受けていたことを発見しました。その2年後、彼はさらに2人の若い女性への性的虐待で告発されました。しかし、当時のドイツにはクラウスの精神疾患を判断する科学的な手法がなく、そのために彼は、精神病院での治療を受けることになりました。その後、しばらくして、クラウスは科学的虚勢を受け、精神病院から解放されました。 今度は再び心理疾患の言い訳に頼ろうとしました。しかし、警察はすでに調査を進め、クラウスが精神病院を出た後、自分でホルモン注射をしたことを突き止めていました。したがって、彼の主張はすべて言い訳やごまかしであることが判明しました。裁判所がなかなか結論を出さず、クラウスを再び精神病院に送るという噂も流れる中、この母親は、生で最も重要な決断を下しました。 彼女は法廷のその日に、クラウスを自ら射殺することを決意したのです。この母親は海底当日、自ら娘を殺害した犯人を射殺しました。彼女は心の怒りを発散するため、撃った一発一発はすべてその怒りの現れでした。警察は彼女をすぐに逮捕し、彼女の悲惨な人生も明るみに出ました。1950年6月、マリアンはドイツで生まれました。 彼女には酒に溺れる父親と再婚した母親がいました。マリアンはこのようなひどい環境で育ち、問題少女になりました。彼女は16歳と18歳の時に二度妊娠しましたが、学生としての彼女は母親の責任を果たすことができないと悟り、自分の二人の子供を里親に預けました。22歳の時、彼女はバーで働き、バーマネージャーと恋愛関係になりました。彼女は再び妊娠しましたが、 今回は子供を育てることを決意しました。以前に二人の子供を捨てたことに深い後悔を抱えており、再び娘を失うことはできませんでした。しかし、彼女のパートナーはまだ準備ができていなかったため、マリアンは自分で子供を育てることにしました。1972年、娘のアンナが生まれました。出産時に起きた合併症の影響で、彼女は以後子供を産むことができなくなりましたが、 彼女はそれに対して何の関心も持ちませんでした。彼女にとってアンナがいれば十分だと考えていました。1980年、マリアンの丁寧な世話の下、アンナはすでに7歳になっていました。彼女は同年齢の子供たちと同様に学校に通い始めました。1980年5月4日、アンナとマリアンは些細なことで口論し、その結果、翌日アンナはむしゃくしゃして学校をサボりました。 彼女は友人の家に行きましたが、アンナはそこにはいませんでした。マリアンは焦ってアンナを探しましたが、夜に警察からの知らせが届きました。29歳のマリアンは、すが殺されたという知らせを聞いて完全に崩れました。彼女はアンナとの口論を後悔し、なぜアンナを学校に送らなかったのか自分を責めました。さらに、娘を侮辱し殺害した犯人を許すことはできませんでした。 彼女は自分自身をアパートに閉じ込め、他の人と話すことを拒み、娘の遺体を見ることもしませんでした。1981年3月6日、クラウスの殺人犯としての裁判の日、法廷で突然の出来事が起こり、その様子に立ち会ったマリアンの元恋人であるアンナの父親は静かに、彼女はやった、と言いました。マリアンの復讐行為はすぐにメディアや一般の人々の注目を集め、彼女は、 復讐の母として呼ばれるようになりました。多くの人々は、彼らが彼女の立場に立ったら、同じことをするか、それ以上のことをするだろうと言います。射殺で死ぬだけでは、十分な苦痛ではないからです。逮捕されたマリアンは、無数の見知らぬ人からの花やカードを受け取り、励ましの言葉が書かれています。人々は自発的にマリアンに十万マルクを寄付し、彼女の法的費用を支払うために使いました。さらに、 多くの人々がマリアンの無罪方面を求めましたが、法律的にはそれは許されませんでした。クラウスは裁判中に死亡したため、彼は有罪が証明されていない無実の人物とされました。そして、マリアンが無罪をした場合、この前例が作られたら、今後、誰もが死刑を行使して犯罪者を処罰することができるようになり、法律は虚構となるでしょう。1983年3月2日、 マリアンの裁判が開始されました。法廷は人でいっぱいで、そのほとんどが父親や母親の姿であり、彼らはマリアンを支持するために訪れました。法廷で、検察官はこれが直接的かつ意図的な悪意のある事件であると主張しました。クラウスは彼に背を向けて座り、マリアンに対する脅威はありませんでした。彼女は銃を法廷に持ち込みました。アンナのジップは事件後のコメントで、 彼が殺人を故意に計画していた意図を示唆しているようでした。その他にも、マリアンは事件前に何度も射撃の練習をしていたという証拠があります。彼女がクラウスを射殺するときは全く動揺していなかったことは、マリアンが計画的にクラウスを殺害したことを示しています。そのため、彼はマリアンが第一級の殺人罪を犯したと考えました。しかし、マリアンの弁護団は、マリアンが人々に脅威を与えていないと主張しました。 マリアンから見ると、彼女は夢の中で娘を虐待した犯人を殺したと考えていました。そして、すべてはマリアンが娘を失った巨大な痛みの中で精神的に不安定になったためであり、マリアンが裁判中に5回も自殺を試みた証拠を挙げて、彼女の心の状態が危険であることを証明しました。最終的に、マリアンは過失致死罪と違法所持重罪で有罪判決を受け、6年の禁錮刑となりました。 一つのインタビューで、マリアンは自らがクラウスを罰することを望み、さらに、クラウスが娘について広まっている誤った噂を止めたかったと述べました。彼女はクラウスが娘に金を要求したと言ったことは、最も侮辱的な言葉だと考えています。出どころ後、マリアンは様々な場所を転々とし、この悲しい場所には、どと戻りたくないと思いました。そして、 1996年に水臓癌と診断された彼女はドイツに戻り、自分と娘のアンナを同じ墓に埋葬することを選びました。マリアンとアンナの物語はここで終わりました。